これが強いんだよな。おお、初めて来た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 。よ、始めようぜ。うわあ、やべ、わかんねえ。やべ、マジでわかんねえ。うわ、なにそれ。OK。 センスで勝つ。なるほど。うわ、懐かしい。でも少しすごい江戸、俺こいつ嫌いだった。でもこいつもともと、もともとさ、なんか変な変な帽子かぶってんだけどな。もともと変な帽子だったぞ。はい、センス。わかんない、まあ、全然わかんない。10ポイントマジいいな。クソ技ある、こいつ。クソ技、これクソ技。あ、 M かこれ。 OK、 上ダメだな。うわ、クソ技だこれ。うわー、ちょっとわかんねー。これクソ技だな、これクソ技だな。おい、まだこれ、これクソ技だ、これ、これクソ技だ、これクソ技。あんま動きたくねえな。あ、なるほどね。なるほどね。やっぱ手追いのモダンはやっぱ噛みついてくるよな。あ、練習した削りでよかったな。これ集中。削っとくか。クソ技あんのかな、これ、こいつ。あ、クソ技これ。こいつのクソ技わかんない。全然削れなかった。うわ、うまい。死んでくれ、頼む。よし。
バカたれ緊張すんなマッツン。コメントで2000あるぞこの人とかいうコメントで緊張しまいよ俺。残念だったね。しゃあね。見てるね。あーこういう感じね。わかんねえこれ。うわーこのなんかあれだわ、バンジーガムやばいなこれ。バンジーガムやばいわ。バンジーガムやばいこれ。みんな止まってみたぜ。バンジーガムやばい。バンジーガムだからやばい。これがやばい。負けるこれ。終わったダメだ、わかんねえんだこれ。くっ、あ、違う、あれか、やりよかったな。ちょっと削れなかったか。あーそう、これ昔の俺の初期の頃のスト6見てる人だったら分かると思うけど、これあれなんだよな、俺が弱い時に使うやつなんだよなこれ。あ、とんじゃリュウの7005を見せてくれよ。見ますか一瞬。くそ、わかりました。これ簡単なんです、簡単なんです。ぜひ使ってくださいね皆さん。ぜひこれを見た暁には使ってください。この配信で僕はただ一回も決めてません。それだけ言っときます。いきます。パニカン強パン、あ、まず失敗しましたね。パニカン強パン、あ、溜めてませんでしたね、はい、パニカン、はいはい、発症撃、はい、強パン、はい、失敗しましたね、失敗したね。もう一回いきますよ、はいはい、パニカン失敗しましたね、失敗、溜めてませんでした。パニカン、はいはいはい、なんで、これ、ね、最速で出すといいからマジで簡単っすよ。これちなみにこれデモンズナックルなんですけど、これ配信で教えてもらったあのやつの実は応用なんですよ。前布団ちゃんこれめちゃくちゃ強いですよって教えてもらったやつが、あ、間違えた間違えた、今とりあえず俺のやつ7127じゃないですか。あ、間違えた、あのお金払ってくれば教えますよって言って俺が何とか口説き落として教えてくれたやつなんですけど、コメントでどういったんだけど、あれ最後の締めが強速と勝利、小勝利からいくやつなんですよ。これね、ちなみにこのダメージ見てください皆さん。俺のが1勝ってんすよ俺のレシピの方が1勝ってんす。やったやったー俺のレシピの方が1勝ってんすよこれああやったーっつって、ああやったーっつって1な、うん、まあだから結局どっちが指が動かしやすいかにした方がいいっす、うん、ただ結構難しい。こっちこっからこの強速とから実は勝利当てるのが結構猶予がないというか、そうこれ結構難しいんですよ。
皆さんぜひですね、あの7127以外もしあったら教えてください。ちなみに、まあ、中央でももちろん、中央でも、7000が超えると、うん、だから中央でのライジングアッパーとか、なんかヘイヘイヘイとかミスったら、溜めてたらぜひぶち込みましょう。もしね、はい、ぜひぶち込みましょう。もし1本しかなかったとしても、6700です、はい、こんなに来るんですよこのバー分、うん、結構だから竜でパナさなくなってきてるなって思うんだよね、うん。